財務省の政策を強化する動き小泉進次郎氏の持論とは。 え、森友学園をめぐる決裁文書改ざん問題で揺れる財務省で、昨日入賞式が開かれました。まあ、信頼が揺らいでる中、財務省の政策え、強化する政治的な動きが表面化していると、まあ、こういうことのようなんですけれども、え、これをあたりを田中さん教えていただけますかそうですね、えー、あの、えー、私のですね、え、はい、専門用語で言うとですね、はい、後ろから打つ人々スペシャルがこれから開始されてるんですが。自民,すね、自民党内でですね。自民党内でですね、やはりこう安倍政権がこの文書改ざん問題で、はい。非常に ピンチに立ってると、えー、でまあ秋の初めにはですね、はい、自民党の総裁選挙があるので、はい、その絡みでですねやはりこう党内からですね、えー、総裁選に意欲があったり、えー、まあこの期間にちょっと安倍政権をですね、えー、対人にまあ持っていこうという、はいえー、そういった勢力の人たちがですね、えー、後ろからですねバンバン打ってるというような状況に見えるんですよねはーはーその中のですね、えー、ヒットの一人がですね、えー、小泉進次郎さんではなかろうかなとなか私はですね思っているんですね、えーはい、まあ彼確か、えー 自民党の副幹事長の筆頭でしたよね。でまあ、党内的にはですね、取りまとめる役割を持ってるんですが、まあね、あの、好意的に見れば自民党っていうのはですね、異論もいろいろ受け付ける、素晴らしい自助作用のある政党であるみたいなですね、言い方もあるんですが、もう明らかに小泉さんが最近やってるのはですね、え安倍批判ですよね。で、まあ、小泉さんもそうですし、まあ、例えばですね、村上聖一郎さんでしたとそして石場茂さん、 ででであああるるるとととかかか岸田田ささんんまた野聖子今言ったのがですね、大体、後ろから打つ人、オールスターズっていうふうに僕は言ってるんですが、彼ら彼女たちがですね、総じて共通点があるんですよ。何だと思います何ですかそれはですね。村上さん、石破さん、岸田さん、野田さん。村上さんはじめ、全員スターウォーズあ、違うか。ですそれは。何でです。あのですね、全員がですね、財務省的な経済政策のスタンスを支持して まこれ美しく言えばですね財政再建だとか将来のですね。若い世代に負担を残さないとか、みんな全部嘘ですけどねえ。そういった簡単に言うと緊縮財政、そして消費増税を中心としたですね。国民に負担を求めるような財務省が喜んじゃうような政策を支持している方々ですね。で、簡単に言うとですね。ま、アベノミクスというのはですね。一部分ちょっと財務省に弱い部分もあるんです。よえ。いまいちこう財政政策。拡大 に踏み切れなないいとところももあるんですが、まあ、少なくともですすが少く回ぐらい消費増税、えーまあ、延期してまのそ,、ね、そういった点ではですね、今言った、あの、後ろから打つ人オールスターズに比べればですね、えー、財務省にと、ある程度の緊張関係は持ってるんですよ。はい、今の安倍政権っていうのはね。えー、一方で、金融政策のスタンスはどうかっていうと、はい、安倍政権は金融緩和を,を維持と,、はい、と。ところが、先ほど言った、えー、オールスターズの面々はですね、はいえー、みんな、えー、どちらかというと、金融緩和を早く終わりにさせようと。出口だ。まさにね。 なんていうのはですね、ええ、香港に行ってですね、投資家の前で、えー、まあ、あの、出口政策の必要性をですね、述べてるわけです。で一方で消費増税すると。ええ、こんなことを海外の投資家の前で言ったらですね、はい、もし仮にですよ、岸田政権ができちゃったら、株結構暴落すると思いますね。はい、であの、緊縮だ、つってですね。えええー まあそういったあの人たちなんですよ。そういったところはあの考えてみると、意外と今ですね、財務省っていうのは文書改ざん問題で追い込まれてるように見えますが、安倍政権がこれ倒れちゃうと今言ったような人たちが、まあ野党には絶対行きませんので、あの選挙もありませんから、そうなるとですね、自民党内の権力移動になっちゃう話ですよね。で、対抗馬がみんな、まあ、緊縮財政、増税派なんですよ。で、さらに金融緩和もやめる派ですから、事実。 そうなるとですね、財務省結構喜んじゃうんですよね。はい、えー。だから財務省が、の強化が実際には、あの、続いているというですね。はい。あの、旗から見ると財務省が叩かれているように見えるんだけど、はい、そうじゃないと。はい。で、野党も結局その、えー、今言ったですね、財務省的な政策を支持する人たちの応援団になっちゃってるんですよね。はいはい、えー、どうしたかというとですね、はい、えー、やはり、えー、まあ そういった遺伝子もあるんじゃないですかね。だか立憲民主党のですね、はい、ええー、まあ、枝野さんもですね、はい、ええー、立憲民主党も含めてですね、どちらかというと、景気が悪いと金利を引き上げるとかですね、はい、昔、枝野さんも名言残してますしね。はい、で、また、あの、この間のですね、日銀の人事でもですね、明らかにこう、出口政策、つまり金融緩和を、ええー、やめたいのが本心である甘宮さんには賛成票を入れて、黒田さんやですね、はい、あの、若田部正巳総,、はい、総裁には反対票を入れてるんですよ。はい、そういったところを見るとですね、やっぱ 金融緩和をやめるで、さらに、え、元々はですね、消費増税っていうのは、立憲民主や希望の党や民進党、そういった、え、旧、え、み、もうめんどくさいですけど、民進党、元の民主党ですね、が、あの、三党合意で、あの、率先してですね、作った枠組みじゃないですか。はい。で、それやりたいんですよ、絶対に。あの、選挙になるとね、消費増税凍結とかね、言うんですけど、本当に消費増税凍結と本心で言ってるんだったら、森友学園やめてね、 増税凍結を今国会ででで中止にななななっっててやるんんすすけどどの野党もそんなこと言いいじゃないですかだからそういったものはね、本当ちゃんちゃらおかしいっていう感じもするんですよね。結局、野党もえ財務省を責めるんじゃなくて、政権を責めてるんですよね。結局、こう、財務省改革なんか全然話がいかなくて、このまま行くとですね、もし仮にですよ、ポスト安倍みたいな風になって、自民党の中でえ後継ができてしまうと、みんな財務省派。で、野党もほぼ財務省派。そうなるとですね、国民に待っているのは、 え、増税。はい、消費増税だけじゃないですね。いろんな増税が2019年以降待ち構えてると。はい、え、で、さらに金融緩和も終わると。はい、これね、オリンピック、えー、景気とかね、言う前に、日本経済がオリンピック不景気みたいな話になっちゃうと。え、危機的な状況になっちゃうことを僕はですね、非常に経過してるんですよ。はい。今、ラジオ来の方もおそらく思いは一つなのか。景気、はい、は良くなってほしいんですよ。そうですよ。えー、もう20年間ね、はい、本当に日本停滞して、ようやくここ数年ね、良くなっているわけなんですよね。はいえー もいいんですけど、ただ、ですねやはりえそれをこうまあ5年じゃなくて、さらに10年とかね、別に安倍さんじゃなくてもいいんですよ、別な人が同じ政策をさらによりよくやってくれれば、僕は誰でもいいと思うんですよね、それをやってくれる政治勢力が今のところないっていうところが、日本のちょっと、ですね本質的なリスクなんですよね、ええええまあ、ただ、でも逆に恐るべしというのは、その財務省が、まあいろいろ先ほど5人挙げた、そういった人たちにいろいろ。 こうまあ、レクチャーしてるってことなわけですか。そうですね。日本の政治が大体ですね、えー、90%以上がですね、はい、ええー、まあ実質上の財務省のええー、御近性の政策をそのまま、えー、引き継いでいるという形ですね、えーまあ。確かにエリート中のエリートとは言われてますけれども、ね、財務省もね、えー、のエリートの割にはですね、全然ダメですね、えー。はい。今朝のコメンテーターは田中秀文さんでした。 今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。え、田中さんの先ほど私ニュースの中でですね、ちょっとあの、一つのニュースだけ、人が変わったような音声になってしまったかと思うんですが。もう本当ですね。別に誰かが表示したわけじゃありませんので、焦りましたね。申し訳ございませんでした。ちょっと喉に何かが引っかかったんですね。いやいときは困ったもんですね。そうですね。なんか小さなおじさんが登場したような感じでしたよね。でしたね。申し訳ございませんでした。こういうことが今後ないように。大丈夫です。え、体調管理万全にして別に体調 悪いわけじゃないんですよ。これ,これとあるんですね。申し訳ございませんでした。全国の大事お聞きの方。さて、えー、今朝もいろいろなニュースが入ってきていますが、公文書をめぐる問題が続いております、えー。小野寺防衛大臣がですね、昨日、防衛省が去年2月に国会などで存在しないと説明していた、陸上自衛隊のイラク派遣時の日報が、えー、陸上自衛隊の中で見つかったと発表しました。えー、PKO 南スーダンの,あの国連平和維持活動の日報問題、えー、去年ありました。まあ、この 受けてですね。過去の海外派遣の時に自衛隊が作った日報を改めて調査をしていて、今回発見したということなんですね。で、発見されたのがイラクで活動した合わせて三つの部隊がそれぞれ作った日報で、え、二千四年の一月から六年九月の陸上自衛隊の派遣期間のうち三百七十六日分の合わせると一万四千ページということなんですね。で、防衛省の担当者は去年二月時点で日報が残っていないとしていたん。 ですがまあ、これについてできる範囲で調べたが確認できなかったまあ、隠蔽の意図はなかったということを強調しておりますえどうもこれあのもう少し詳しくお伝えすると部隊の運用を担当する部署しかこれまでは調査していなかったのを運用の担当部署ではない例えば研究本部とか衛生部えこのおところを調べたところ保存されていたということのようなんですよねまあ一転して存在していたというこの日報問題まあ これを聞けばですね、野党側も財務省の決裁文書改ざん問題に続いて、公文書をこのめぐる問題が明らかになったっていうことですから、これはこの防衛省の担当者に事実関係正してくるでしょうね。まあそれはもうやむを得ないと思いますね。えー、ただですね、やはりこう、国会におけるこの文書の存在、はいえーし あるかないか問題ですね。この自衛隊の問題だけではなくて、えー、まあ当然財務省もありますし、えーえー、まああと関連する話としては厚労省の裁量、えー、労,労,労働制を巡るデータのですね、はいえー、あの問題も、えー、同じような感じなんですが、えー、やはりこう限定しないで、なんて言いますかね、なんあの全面的に存在するとか存在しないとか言ってしまうと、はいはい、あとあと追加調査して出てしまうとですね、はい、またこういうふうな政治問題化してしまうっていうのはですね、えーなんか ちょっっと不毛かなって気がするんですよね、えーえー、ですので、やはりここはですね、追加調査を、まあでも、えー、その時の与野党のですね、はいえー、駆け引きで、えー、やはりこうね、えー、強く言ってしまうような局面もあるんでしょうね。うね野党がもうだってあるのかないのか、どっちだなんてね、えー、言われた時には、えー。で、存在しませんとか言ってしまって、はい、で、まあこれはまああの、隠す意図は、えー、政府側にはないでしょうね。だって追加調査してる結果は分かってるわけなんですから。はい、ただやはりこう防衛省の担当官の、この、 調査たのかなと時にやっぱ、あの限定付きでね、はい、あの中間報告であるとかね、なん、えー、で言わなかったのかなというふうな推測の域を出ませんけれども、去年問題になっていたのは、あれ、南スーダンの、ねえー、問題でして、まあ、それで今回見つかったのは、イラクの派遣のものですからね、ね日が、えー。ということで、ただ、まあ、その時点ではあるのかないのかっていうのはないと。 たのは事実なわけですからね。まあそれが見つかったということで、まあ、改めてその公文書というものね,うね。公文書管理のこの法律をですね、はい、再整備するっていうのはこれは与野党挙げてですね、はい、取り組んだ方がいい問題だと思いますね。はい